ヘッスジー・ルサルドは、ペルー共和国リマ生まれ、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミ都市圏育ちのプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。愛称は、リザード・キング。1997年に、ペルーの首都リマで生まれた。家族のほとんどは、ベネズエラ出身であり、ルサルド自身もベネズエラ系と認識している。1歳の時に、家族は、 アメリカのフロリダ州マイアミ都市圏に移住、その後、パークランドのマージョリー・ストーンマン、ダグラス高等学校に進学する。ドラフト直前の2016年3月に、左肘関節尺足速腹靱体損傷により、トミー・ジョン手術を行った。手術前までは、高校生ナンバーワンサワンという評価で、一巡目、指名が予想されていた。2016年の MLB ドラフト三巡目で、 ワシントンナショナルズから指名されプロ入り。契約金は140万ドル。ペルー出身の選手が MLB ドラフトで指名されて契約するのは1990年以降初めて。2016年は前日の手術のリハビリに専念するシーズンとなった。手術から約15ヶ月後の2017年6月28日にルーキー級ガルフコーストリーグナショナルズで先発し、 プロデビュー。2017年7月16日に、ショーン・デューリトル、ライアン・マドソンとのトレードで、ブレイクトレイネン、シェルドン・ロイジーと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍直後は、ルーキー級アリゾナリーグ・アスレチックスに所属し、8月11日に、A、A-9 バーモントレイク・モンスターズに昇格した。このシーズンは3チーム合計で12試合に登板。 43.1回を投げ、2勝1防御率1.66を記録した。2018年のシーズン前に、ルサルドはチームトッププロスペクトにランク付けされた。開幕を A 級ストックトンポーツで迎え、4月24日に AA 級ミッドランドロックハウンズに昇格。7月に行われたオールスターフューチャーズゲームで世界選抜として選出された。 8月6日にトリプル A 級ナッシュビルサウンズに昇格。このシーズンは3球団合計で23先発、109.1回を投げ、10勝5敗、防御率2.88、129奪三振を記録した。2019年、マイナーでは主にトリプル A 級ラスベガスアビエーターズでプレイし、11試合に登板して2勝1敗、防御率2.51。 57奪三振を記録した。9月9日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると11日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。2021年7月28日にスターリング・マルテと金銭とのトレードでマイアミ・マーリンズへ移籍した。平均90マイルパーアワー中盤の速球とスライダー、カーブ、チェンジアップを持ち玉とする。ありがとうございます。